とスラムの様子テレビですごいなかすいな何か食べて帰ろうここ警備する必要あんのきつなことあるはいなんとかね。いつも通り列車が動けば、明日も朝から出勤よ。声を返さない。本日の列車の運行は終了しました。今度ね、どっかで休んでいこう。でも、この辺り…マコーロ、俺の人生…お化け出るって言うし…列車の到着をお待ちの方は本日はお帰りください駅前屋台で食べるの久しぶりだまだいい兄ちゃんは広場にいるよこの店その人におすすめの飲み物を出してくれるのよじゃ無理だよ代わりにちゃんとしていいのあるのかなすごかったんだぞマコロの炎、はい、8番街、瓦礫で道が塞がっちまったよ。魔法は星を巡る地って言われてもな。剥がしても剥がしてもすぐ元通り。妄想じみた主張はともかく、しつこさには頭が下がるよ。見ろよ、あの美しい鉄骨。たまにな。あっ！おい、あんた、どうした？魔法中毒かよ。すすまみれ、粉塵まみれ、おまけに疲れてドロドロだ。待って、おシャワー。俺はとにかくご飯、ご飯。ジェシーは？今日の反省かな。ちょっと暗い。現在、緊急事態につき、こちらは通行禁止になっています。すみません。もっと堂々とせんか！
嘘だろ。職場があんだけど。なかなか様になってきた。いつか店を持って故郷の両親をミッドガルに呼ぶのが夢なんです。夢くらいは自由にしねえぞ。マリン。父ちゃんお帰りなさい。ただいまおかえり。あ、いい子にしてたか。うん、ティファと遊んでた。おー、そうか。よーし、よしよしよし。お疲れ様。うん。それ、どうしたの。ああ、本物でしょ。珍しいね。意外だな。クラウドこんなことするんだ。5年ぶりだ。少しは変わるさ。え？バレットに話がある。うん、入って入って。マコールが爆発したんだよ。ずっとニュースばっかりなの。マリ、父ちゃん、今夜はもうどこへも行かないから、テレビ消して、ねんねんしような。報酬の話はティファとしてくれ。会計担当だからよ。ああ。てめえ！マリンに何しやった！知らない人とは喋っちゃダメって。え？偉いぞマリン。父ちゃんとの約束忘れなかったな。偉い、偉いぞ。じゃあお休みの時間も守らないとな。いや、父ちゃんとお話しする。特別だぞ。あ、そうだ、ご飯食べる？いや、報酬の話をしたい。あ、そうだよね。あのね、クラウド、ちょっと外で話そう。死んだ人はちゃんと星に帰れたかな。お金の話の前に聞く？この近所にね、アパートがあって部屋が空いてるんだ。しばらくそこに寝泊まりしない？大家さんが私たちの活動に好意的なの。家賃はタダ。ああ、助かるよ。じゃあこっち。上どんな感じだった？まあ混乱していたな。だよね。